はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のみちるです。はい、元気ですか？元気だね。いや、最近ね、ちょっとね、心配しとったことがあって。何？あの、手塚治虫の火の鳥を半年間ぐらいかけてやったやん。うん、まあ、やったやんって、なんかまるで俺らが書いたみたいな感じだったけど、こう感想をね、うん、読んで感想を言うみたいなね、うん、ただ読んで感想を言った。そうそう、言っただけなんだけどね、うん、で、終わったわけやん。終わったね、うん、手塚ロスになってないかなっていう。なっとるね、うん、で、火の鳥ロス、うん、なってないかな。なっとるでしょう、うん。だからね、俺ね、今回ね、うん、これ火の鳥じゃないっていうような。むかつくなんかその言い方。いや、わざと言ってみたさ。そうなんじゃ。これ火の鳥じゃない？これ火の鳥じゃな。うん。あ、これ火の鳥じゃなーって思うようなね。これ火の鳥じゃないってむかつく。あ、そうなん。あとちょっと古い。あ、そうかそうか。うん。あ、まあまあ、ね、そういうね。笑うなよ。こっそり笑うなよ。声だけん言うて、サイレント笑いみたいにやんなよ。だって面白かったもん。うん、で、何？いや、なんかそういうね、火の鳥のエッセンスというか、うん、火の鳥と繋がっとるような、もう全く別作品、別の人の別作品なんだけど、うん、なんかこう、テーマが似とるよねとか、うん、計らずもなんかこれ、繋がっちゃったよねみたいな、うん、そんなのをね、みちるに見てもらおうかなと思って。うん、見てみましょうか。うん、じゃあ今から見てみます。あ、今から見ます。はい、見ました。うん。長かった。長い。何分この映画？長いな。これ169分、うん。どういう意味？どういう意味って169分では何分って聞いて。時間にして。2時間40分。長かった、うん。見たで、見てきたで。2時間50分か。ね、長い。うん。今回だから、珍しいよ。洋画ですよ。洋画ね。うん。うん。今回は、2014年公開のアメリカ合衆国の映画。うん。ジョナサン・ノーランとクリストファー・ノーランの脚本による SF 映画。うん。監督はクリストファー・ノーランのインターステラーです。インターステラー。うん。うん、初めて聞いた。初めて見た。初めて見た、うん。うん。聞いたこともない映画だった。うん。うん、ね。まあ、これ有名な SF 映画。そうだね。2014年のね。うん。で、もちろん科学的考証、現在の物理学とか、うん、そういう、なんていうか、ちゃんとした計算で、こうじゃないんかっていう、可能性が高いみたいな、うん、そういうのをちゃんとふんだんに、宇宙のね、を入れたお話らしいよ。うん、なるほどね、うん。うん。だからこれ大ファンも多いし、考察する方たちもいっぱいおって、うん、もう小難しい考察とか、うん、あとなんかなんていうかな、教えてくれるみたいな解説、うん、それはもう本も出とるし、うん、あとそういう YouTube 探したらいっぱいおるけど、そういうここを教えてくれる人とか。そうなんだ。うん。そんなに有名な映画なんじゃ。うん、有名有名。知らんかったね。うん、だからもうそういう解説を聞きたい方は、うん、そういう方のを見てもらって、うん、俺らのはあくまでも、うん、感想ですっていう。感想ね。うん。うん、感想言おうや。うん。うん。今見たっけ。うん。覚えとる？覚えとるよ。今見たもん。うん。うん。3時間覚えとる？うん。覚えてるよ。うん、もう忘れてるとこもあるかもしれんけど。うん、なんか多分せっかく水色赤が、うん。感想を言うんだったら、うん、この手塚治虫の火の鳥にこう絡めながらした方が、うん、なんかもう狭いかもしれんよ、うん、もう水色赤と火の鳥が好きな人しか面白くない感想になるかもしれんけど、うんうん、そうだね、うん、そういう感じで今日やろうかなと思ってます、うんうん、じゃあやってください。ね、まず概要として、うん、出演はマシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイ、ジェシカ・チャスティン、マイケル・ケインらであり。知っとる？じゃあ誰も知らんかった。主人公のおじさんみたいなのがマシュー・マコノヒーっていうね、うん、
うん、で、ミチルがホラン千秋って呼び寄ったのがアン・ハサウェイっていうね、うん、女優さんなんだけど。みんなアメリカの人？まあアメリカの人なんだろうね。そうなんじゃ、うん、誰も知らんかったね。うんうん、まあまあミチルはだってそのもう20年以上外国の映画なんか見てないやん。見てないね、あんまり。レオナルド・デカプリオのロミオとジュリエットで泊まっとる人だろ。うん、うん、それは知っとるわけないよ。見てるな、うん、外国人だな、うん、映画の人な、デカプリオとな、うん、先輩しか知らんもん。先輩、うん、ハゲ先輩みたいな人。あ、ブルース・ウィリス先輩だろ。うん、うん、しか知らないの。うん、ニコラス・ケイジ先輩も知らん。知らない。知らんか。同じ先輩なんじゃけどな、ハゲの。うん、名前は知っとるけど、うん、見た目はわからない、うん、外国の、日本で言うと元冬樹みたいな人や。知らんわ、そんな、うん、そうか。元冬樹先輩ね。そうだじゃん。うん、わかんない、うん。まあいいわ。で、うん、その4人、うん、5人か、うん、が、地球を離れ、新たな居住可能惑星探索を行うため、ワームホールを通過し、別の銀河系へと、有人惑星間航行。インターステラーする宇宙飛行士のチームが描かれる。なんのこっちゃっていうね。難しいな。わからんでしょ、うん、うん。3次元における不可逆性の時間と重力場、相対性理論、浦島効果、特異点、ニュートン力学、スイングバイ工法、漆黒の宇宙空間、音の伝達、運動の3法則など科学的交渉を用いた演出のほか、人類存亡をかけた未知の世界へ挑戦する倫理と勇気、信頼と愛、人生という限られた時間、ヒューマニズムも織り交ぜた物語の構成となっている。これめちゃくちゃのウィキペディアが熱いんだけど。難しいなんか、うん、まあいいですね。もうこんな難しい話は、うん、なるべくそういう解説の方にがしてくれとるけん、うん、俺らがそんなのにわかの知識で、うん、それを解説してもね、ダメだけんさ、こうストーリーをじゃあ言いながら、うん、ここ、てずてずさんっぽくないとか、うん、ここがなんかてずてずさんって何？ミチュルが言うたんや。何それ？あ、もしかしてそれキットン。え？言ったことないよ、それ。キットン。キットル？何それ？じゃあもうストーリーを言いながら、なんか火の鳥と共通するよね、とかいうようなね、うん、話をしながらね。うん。やりましょうか。うん、やりましょう、うん。ちょっとその前にさ、うん、ミチルは率直にどう思ったん、これ見て。なんか恐ろしかったね。何が？卵が先か、うん、鶏が先か、みたいな話だった。うん、ああ、なるほどね。あ、ちゃんとそこまで見たんだ。うん。でも、SF って大体そこにたどり着かん。うん、まあ結局ね。うん。うん、じゃけん、うん。なんかな、うん、SF もののこういうのを見た時って、うん、いつもモヤモヤが取れんな、みたいな。あ、そうなんじゃ。うん、ってなる。うん、ほうほうほう。ムカつくってなる。あ、そうなんじゃ。うん。そうなんよ。今回もムカついたん。ムカついた。あ、ムカついたんだ。うん。結局、うん、どういうことみたいな。はいはいはい、うん。なるほどね。なる、もちろん SF って。うんうんうん。まあ、この SF ってもちろん、その、科学的な交渉をやって、うん、面白おかしくやるっていうものもあるけど、うん、わざとそういう特別な空間に置いて、うん、その、例えば宇宙空間であるとか、うん、なんかね、時間差のある、なんていう、うん、流れる時間が違う、ね。うん、ところで過ごした人とかっていう話を出して、うん、そういうありえない状況とかを作り出して、うん、そしてそこから哲学とか、ね、うん、人間性を浮き彫りにしたりっていうのがやっぱその SF の醍醐味というか面白み、うん、やけんね、うんうん、まあね、うんうん、じゃあストーリーいってみますか、うん、どんなストーリーだったっけ。まあこれ年代は、うん、明かされてないけど、こう、うん、近未来、まあ、うん、地球のその後、地球は滅亡を仕掛けていた。みたいな、うん、火の鳥の始まりで言うなら。そうじゃな。うん。で、巨大砂嵐が日常的に発生する異常気象により、うん、地球規模で植物、農作物の大量、うん、なんていうかな、大量、汚染？大量
枯れし、枯れしってか、枯れるし、うん、まあ大量に枯れて、うん、農作物が、うん、そういうのでもう育たんくなってきたと、農作物がね、うん、で人類は滅亡の危機にさらされていたと。日本で言うたら黄砂がめっちゃ来て、うん、中国からブヤーって、うん、で大根とかキャベツとかが育たんくなってきたみたいな感じか。まあそうだな、うん、要はそういう黄砂が飛んでくるような、うん、あのすごい嵐みたいなのが、うん、もう日常的に起こって、うん、で農作物が育たんくなってきて、うん、食料を危機みたいな、うん、地球は死にかけていたみたいなね、うん、でここで一個面白いのが、うん、それでも育っている農作物が一個だけあるんよね、うん、何でした？トウモロコシだった。なんよね、うん、面白いよね。そうだよ、トウモロコシってな、うん、宇宙人かもって言われとんよな、うんうんうん、これはな、うん、一応都市伝説なんだけど、うん、トウモロコシって、うん、今のミチルダが食べおる、うん、何の食べ物にもトウモロコシって入っとんだって。うん、だってあの味の素もトウモロコシでしょ。味の素はまあトウモロコシだけど、うん、もう何でもお菓子でも、うん、まあ、例えばなんていうの、なんかソースとか、うん、何でもトウモロコシが使われとんだって、うんうんうん、でトウモロコシってもしかしたら、うん、宇宙人じゃないかっていう説があるんで、うんうん、あのプラスして言うとなんかトウモロコシって祖先が分かってないんだろ、うん、なんか大体植物ってこういう風に進化していって、うん、今のこういう形になりましたみたいな、うん、なのにトウモロコシだけは突然現れてみたいな、うん、突然現れてトウモロコシができたみたいな、うん、その未だにその祖先の歴史が面白いな、うん、いきなし地球に現れて、うん、トウモロコシですけどみたいな感じで、うんうん、しかもあんな見た目のやつをよう食べようと思ったな、うん、じゃあうん、そうだな。気持ち悪いがん。うん。そして今や何にでも形を変えれるトウモロコシ。そう。トウモロコシの粉とかな。うん。うん、何にでも使われてる。もうここだけで一個切ろうかっていうぐらいになってしまったわ。あ、そうこれがもう SF だけ。うん。そうだね。トウモロコシはじゃあもしかしたら宇宙人が地球にもたらした、うん、恵みなのじゃないかとか、うん、いろんな話に飛ぶわけよ、これって。そう、うん、そういう都市伝説いっぱいあるよ、トウモロコシって。うん。うん。モロコシ太郎ね。モロコシ太郎ね。うん。まあ、いきなり、もう冒頭でそのくらい科学的交渉、うん、そのトウモロコシの話が出るぐらいにこだわっとんよね、もう、うん、でまあそういうね、人類滅亡の危機にさらされていたと、うん、で元テストパイロットのクーパー主人公かな、うんうん、テストパイロットっていうのは多分 NASA とかそういうね宇宙飛行士とかなんよね、この人はもともと、うん、なんだけども宇宙飛行士の職がなくなっとるわけよ、主人公、主人公の、うんうん、は義父と、義父ってまあ嫁のお父さんよ、うん、と15歳の息子トム、10歳の娘マーフ、うん、愛称マーフィー、うん、と共にトウモロコシ農場を営んでいると。マーフィーって言ったらもう、うん、世界名作劇場じゃないか。なんだったっけそれ、ブッシュベイビーか、ブッシュベイビー大草原の、うんうん、でマーフィーって女だったっけ。女の子。あ、女の子か。うん、あの、ブッシュベイビーも女の子か。ブッシュベイビーのマーフィーは、あ、猿か。猿。あ、猿か、猿か。うん。で、まあ、じゃあ、その、10歳のマーフィーは、うん、自分の部屋の本棚から本が勝手に落ちる現象を幽霊のせいだと信じていたが、うん。うん、とにかく、なんか知らんけど、本が落ちるんよ。本棚から。カタンとな。そう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 。うん、で、ある日、クーパーはそれが何者かによる重力波を使った、二進数のメッセージではないかと気づく、うん、クーパーとマーフはメッセージを解読し、うん、それが指し示している秘密施設にたどり着く、うん、なんか知らんけど要は座標を示しとって、その二進法で、うん、でその座標に行ったんよ、うん、そしたら本当に秘密の組織みたいなのがあって、うん、そこでクーパーはかつての仕事仲間のブランド教授と再会し、うん、大昔に亡くなったはずの NASA が秘密裏に復活し活動を続けていることを知らされる、うん、NASA は土星近くのワームホールを通り抜けて、うん、別の銀河に人類の新天地を求めるプロジェクトラザロ計画を遂行していたのだった。あ、難しいだ、ね、そう、これね、説明がね、堅苦しくって難しいけん、ちょっと俺の言葉で言うとね、うん、要は、うん、NASA
解散したはずの NASA、うん、宇宙のね、うん、宇宙を調べるね、うん、NASA っていうのが実はこの人類滅亡の危機にこう瀕死とって際して、うん、実は秘密裏に動いとったと、うん、でどうも、うん、土星の近くにワームホールっていうその違う銀河に行ける、うん、要はもう何億年とかかるようなね、うん、ところをワープできるワームホールっていうのがなんかできとるんやと、うん、それを発見して、うん、この瀕死の人類をこう救うためにこのワームホールを宇宙飛行士たちに行かせて、うん、そこで人類が移住可能な星を見つけて、うん、そこに移住させようっていう計画を実はやっとったっていうね、うん、まあ、SF 的な話なんだけど、そうだね、うん、で計画には2つあると、うん、プラン A とプラン B、うん、プラン A っていうのは、うん、今いるこう地球人を、うん、要はあの宇宙ステーションとかにこうどん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 入れて、うん、要は脱出させるで、うん、宇宙でしばらく暮らして、うん、そして、生存可能な星を見つけたらそこに移住させるっていうのがプラン A、うんうん、でプラン B っていうのは、うん、もう今いる地球人は助けられない、うん、助けられない、うん、でも、うん、その人間っていう種族を存続させるために、うん、地球人な、そうそう、受精卵とあの精子を冷凍保存しとるものを運んでいって、うん、生存可能な星があったら、うん、そこで要は試験管ベイビーみたいに、うん、アダムとイブみたいなのを作って、うん、そこで人類を生き延びさせるっていうプラン B がある、うんうん、でプラン A もプラン B も、うん、もちろんあるけどプラン A をまずね、みんな遂行したいわけ、まあな、みんな生き延びたいけんな、うんうんうん、だから両方の可能性があるけん、うん、先にも12人宇宙飛行士たちをもう送っているんだと、いろんなあの地球から観測して、うん、この星が住めそうだっていう、星に12個目星をつけて、うん、でそこに行ってもらっとると12人に、うん、この12っていうのも、うん、あの重大な数字だね。お、知っとん、うん、知っとん、知ってるよ、12って。教えて。神様が決めた12、1ダースは12だろ、うん、うん。これ神様が決めとるけんな、うん、うん、素晴らしい、うん、むしろそんな知ってるよ。知っとんだ、うん、キリスト教で十二使徒の意味ね。そんなあるの、うん、うん、ちょっとこれはあれだな、イエス・キリストが12人を選び十二使徒としましたっていうね、うんうん、まあそこは難しいけど、あ、そこはね、はいはい、うん、でも結構キリスト教のね、うん、そういうね話も、うん、あって、まあこのラザロ計画って多分これもキリスト教の話なんだけど、だから13が悪魔の数字なんだ。あ、そうなんだ。え、そうじゃが、13って、13って悪魔の数字なの。そうじゃが、悪魔か不吉かなんかよく忘れたけど、うんうんうん、うん、あ、そうなんね。多分この辺はまあ重要でもあるんだろうけども、うん、まあ日本人でいうところの、なんだろうな、この日本の神話とかを持ち出して、うん、天の岩戸作戦で行きましょうとかって言われても、うん、外人さんにはちんぷんかんぷんだよ、うん、でも日本人だったら天の岩戸作戦で行きましょうって言われたら、ああ、閉じこもった人を誘い出すあれねみたいな、それもちんぷんかんぷんな人もおると思うけどな。う、うんうんうん、まあプラスやっぱりそのキリストと神がつながっとるみたいなさ、そういうもしかしたらモチーフもあるんかもしれんけどもね、うん、ここには、うんうん、でそれで先にまあ12人送っとると、で、うん、その人たちがその行った星からこう観測した情報、うん、人間が住めるよ住めないよとか、うん、行く途中に死んだよとかっていう情報がね、うん、来おるけん、うん、あの今ここにおる何人かがその情報を頼りに、うん、じゃあ例えば消去法でさらに住めそうなところ、うん、じゃあ12人におったうちの4つから返信が来とるけん、うん、その4つを調べに行ってくれた、さらに、うん、でそこで住めるところがあったら、うん、そこに移住しようっていう計画を NASA は進めとったわけ、うん、でそこで主人公の、うん、クーパーっていうのがもすごい凄腕のパイロットなわけ、うん、元な、そうそう元パイロットなんや、うん、だからお前行けと、うん、お前もこの計画に参加していけと、うん、自分の家族を救うためやと言われるんよ、うん、で本人は行きとうないんだけども、うん、家族と別れるのが辛いけん、うん、行きたくはないけども、うん、家族を救うためだったら、うん、まあまあ人類の未来もかかっとるし、うん、まあしょうがねえかっていう感じで行くわけよ、うん、このな行く時もな、うん、
娘はすごく嫌がるんよ、うんうん、お父さん行かないで、うん、だっていつ帰ってこれるの、うん、いつとは言えない、うん、あのできない約束はできんけんな。そうだな、3日後に帰ってくるよ、うん、5日後に帰ってくるよ、うん、なんて、うん、嘘はつけれんけん、うん、だから行かないでって言うんだけど、うん、お父さんは行くんよな、うん、でも娘がこうって言うんよな、うん、行くなっていう信号が来てるわ本から、うんうん、ステイっていうね、あの、うん、こうモールス信号みたいな感じで本がポン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 って落ちてくるのを解読したら、うん、ステイ、行くな行くなっていう、うんうん、なのにお父さんは行ってしまうよ、うん、ここもな、味噌だね、味噌だね、うんうん、よう覚えとるな、うん、覚えてねえとかってさっき言ったのによう覚えとるじゃねえか、思い出してきた、うん、でまあストーリーとしてはこれよくありがちなね、うん、話に聞こえるやん、うん、でそれで要はその信号をもとにその主人公のお父さんがいろんな星に行って、うん、まあ実際に行くんだけども、うん、行ってそこで、移住可能な星を見つけて、うん、みんなを救うっていう話でしょって思うわけや、うん、ちょっと違ったね、うん、違ったね、うんうん、恐ろしいことがいっぱい巻き起こってきた、いっぱい起こった、でもこの恐ろしいことがなんかまるで手塚治虫の火の鳥の宇宙編みたいじゃなかった、うん、とか望郷編とかみたいな、そうじゃな、うん、うん、だからこれ、これ、あ、これ見たことあるこれ、うん、手塚治虫やんって思ってしまったね、うん、そうだね、うん、似とった、うん、うん、実はもう大体これで俺の中で終わりなんだけど、何が終わりな、うん、ストーリー説明はもうこれ以上ないかなって、そうだじゃん、これはネタバレなし、いや、ネタバレしてもいいと思っとる、うん、そうだじゃん、こっからはじゃあもうネタバレにもう含む、うん、話になるけども、うん、もうここからフリーで、うん、やっぱりこのね最初これこうクリストファー・ノーランといえば、うん、こう時間軸ぶっ壊し系とかね、うん、もう面白いんだけど、うん、最初よくわからんドキュメンタリー映像みたいなんから始まるんよねこの映画、そうなんじゃ、うん、あこの映画かな、うん、うん、何だろうこれって、うん、なんかあの頃は砂嵐がひどくって、うん、お皿をひっくり返して使う時にまたこうしてとかっていうようなね思い出話とか、うん、トウモロコシはどうのこうのでとかって話とかが流れるんよな、うん、何これ何これと思うやん、うん、最後につながるんだっていう、うん、すごい面白かったあそこも、そうじゃな、うん、つながっとったな、うんうん、であと最初のセリフ、最初のあのマーフィー、うん、娘のマーフィーのセリフ、本棚から本が落ちてくる、うん、幽霊がここにはいるみたいな、うん、幽霊ってパパなの、っていうセリフがあるんよ、うん、で主人公のこのクーパーは、うん、パパじゃないよみたいに言うんだけど、うん、これむっちゃ重要だったセリフ、うん、パパだったんか幽霊って、 いきなり言ってしまう、もう知らない、うん、知らないけど、ここもすっげえ重要だったんですね、うん、でまあとりあえずこの3人4人ぐらいでね、うん、宇宙に飛び立って、うん、あの原因不明のこのワームホールっていうワープ空間みたいなのができとる、うん、これも原因不明なの、なぜそこにできたのか、うん、ただ観測したらできとったっけん、そこを通っていくみたいなね、うん、で行くんだけども、うん、でいろんな星に行くわけよ、うん、生存可能ですみたいな信号が出とった、うん、最初の星に行く、ミラー星だったかな、うん、に行くんだけど、そこはすっげえブラックホールがあって、うん、ブラックホールがあったらそう重力とかも吸い込むけんかなんか知らんや、その詳しい解説はそういう方のところに行ってもらったらいいけど、うん、ここでの1時間、このミラー星での1時間が地球の7年に相当するっていう、うん、そういう星なんや、めちゃくちゃな星だな、うん、これがね、あの現在の相対性理論とかっていう、時間っていうのは相対的であるっていう、うん、本当にこういう風にその重力の関係とかによって、うん、感じ方が違う時間の流れる時間が変わってしまうっていう場所があるらしいんよ、うん、この星での1時間が地球での7年に相当するみたいな、うん、お父さんは嫌がるわけよクーパーは、うん、おいおいおい、こんなところで7年も、うん、なんか時間取ってられるかみたいな、俺はもうこの任務を終わらせて地球に帰りたいんだみたいな、うん、娘の元に帰りたいんだみたいな、うん、でもこの辺の葛藤とかもね、うん、あのすごいあの火の鳥とかに出てきそうなね、うん、家族愛と、うん、みたいなこの SF 的要素のこの7年経ってしまうみたいな、行ってしまうと、うん、っていうところとかもあったりとかして、うん、で実際にね降りるんよね、うん、で降りたらもう海だらけの
星。海だらけ？海だらけ。水ばっかりの、うん、で大津波まで来たりとかってこうねハラハラするようなね展開があったりとかもね、うん、して結局ここは人間が住めんかったって言って、うん、引き返すんよね、うん、もうそれで14年経ってますっていう、ね、うん、行って降りて引き返すだけで。たった1時間ぐらいしか降ってないのに、うん、地球ではもう14年とか経っとったんじゃ。そうそうそう。じゃああの時例えば10歳だった娘が、うん、まあ、24とか、ね、なあ、うん、そんなだったことじゃばな、うん、うん、もうね。で地球からのその送信される映像とか信号とかは受信できるんだけど、うん、その宇宙船から地球に送信ができんくなっとん、うん、もう受信しかできんくなったよね、うん、こっちからは何も言えないってことじゃな、うんうん、でどんどんねこの宇宙船に帰ってきた時に、うん、たった1時間しか行ってないはずなのに、うん、もうあの14年間の、受信データがありますみたいな、うん、それを見ながら泣くんよね、うん、どんどん成長していく娘とか息子とかが息子とかね子供を産んだり、うん、自分の親が死んどったりしとったね、うん、そうそう、うん、ここいろいろねもうここもね泣けるとこではあるんだけどね、うんうん、これ一個一個説明するとむっちゃ長いな、うん、むっちゃ長くなるで、うん、いやもうやめましょうじゃあもう、うん、その後いろんな星に行くんだけどねもう日の鳥変換で行こうもう、うん、日の鳥変換で行ったらもうあの、うん、いわゆるねロビタみたいなロボットも出てくるしね、うん、あ、出てきとった、うん、ロボット。これまた良かったよ、ロビタ、うん。うん。このロボットがまた優秀だったね。優秀だった、ロビタ。うん。うん、そうじゃんな、うん。やばいな、優秀ロボットって、やっぱおると思うよ。うん。うん。あの、優秀になりすぎたら、うん、人間を裏切る説があるけど、うん、ちょうどええ優秀さだった。ちょうどええな。うん、ちょうどええ優秀さだった。うん。うん、で、あと、さらに次の星とかにこう行ったりするんだけど、うん、いろんな星に行くんだけども、うん、あの、マン博士っていうね博士がね、うん、が先に言っとんだけどその人が生存可能ですっていうね、うん、データをすごい送ってきよったよね、うん、素晴らしい博士なんだってマン博士って、うんうん、でそこに行くんよ、うん、行ったらマン博士冷凍保存されたもうそれはまあ次の迎えが来るまでに、うん、ねあの自分が保存されて、うん、迎えが来た時に起こしてもらうみたいなね、うん、そのすごい距離だしすごい時間じゃけん、うん、っていうだけどでそれで起こすんよね、うんまあ博士がこの星はいいですよみたいなデータもいろいろ取りましたけどいいですよとかって、うん、でも何かがおかしい、うん、何かがおかしい、うん、でこういろいろやっていくうちに、うん、まあ博士がいきなりね、うん、みんなを殺し出す、うん、みんなを殺し出したんいやもう簡単に言うとね、うんうん、で実はそこでいろいろわかる、うん、まあ博士っていうのはこの星についてもちろん使命感があってこの星に着くんだけども、うん、いろいろ調査をしていったら絶望的だと、うん、もうここは住める土地じゃないと、うん、住める土地じゃないっていうことは自分も迎えに来れる、うん、来てくれる可能性がないわけよそうじゃな、うん、みんな、うん、そこを探査して、うん、いい土地だったら迎え来てもらえるけど、うん、悪い土地だったらもう死ぬ覚悟でみんな行ってるけどみんな行ってるんで、うん、本人もマン博士自体 もう死ぬ覚悟で行っとったんよ、うんはずなのに、うん、いざあ終わったわ死んだわってなった時に、うん、もう怖くて怖くてたまらなくって、うん、苦痛で苦しくてたまらなくって、うん、いや迎えに来てくれっていう意味でこの星に住めますよって嘘をついてしまうよ、うん、で実に人間的だそうなんやそこもね手塚さん手塚治虫が書きそうじゃない、うん、書きそう、うん、でそれでで要は騙して迎えに来させるわけよね、うん、この主人公たちをサルタ博士にそっくりだうんほんまね、うん、で来てで迎えに来て、うん、であれ事実と違うじゃないかっていうのが分かる前に、うん、要はこの人たちを殺害したりとかして、うん、宇宙船を奪ってその宇宙船の残り燃料で地球に帰ろうとしたりするわけ、うんでも地球に帰ったところで地球はもう滅亡するんじゃけん、うん、しょうがないのにな、うん、だからあの人が何がしたかったのかめちゃ全くわからんかったあここもなんかきっと考察の余地があるところなんだと思うし解説してくれとる人もおると思う、うん、なんでじゃあ滅亡する地球に帰りたかったのかとか、うん、これ望郷じゃない望郷したかったね望郷かな、うん、手塚治虫で言ったら望郷編望郷編のね、うん、全部入ってるじゃねえかよっていうそうじゃな、うん、でこれあの手塚治虫の火の鳥で言うなればこれ訳するとしたらロックかなロックロックかな、うんうん、
そうだじゃ、うん、でもな、うん、なんかひどかったね、あいつ、うん、もちろんあの世界名作劇場で言ったら、うん、さっきマーフィーって言ったんだろ、うんうん、何だったっけあの漫画ブッシュベイビー、大草原のビッシュ、ブッシュベイビー、うん、あれで言ったらミッキーだった、ミッキーか、うん、こいつのせいであの主人公たちがあの、うん、危ない目に遭うみたいなね、そうそう、お前足引っ張るな、うん、みたいな、うん、いろいろと、そうそうそう、うん、そうね、こう主人公側から見たら、うん、めっちゃ足引っ張るんだけど、うん、そいつ側から見たら、うん、まあ博士側、ミッキー側から見たら実に人間らしいっていう、うん、確かにみんな成人じゃないんよねっていう、うんうん、むかつくな、うん、まあほんまこいつのせいでねみたいなねとかもいろいろあると思うんだけども、うん、でこれでね俺ね、うん、この映画の中でこいつサルタやんっていうの一人おった、うん、このミチェルマー博士もサルタっぽいよねって言ったけど、うんうん、一番サルタなのこいつじゃねっていう、どういて、ブランド教授かなんかっていう宇宙に送った人、主人公、あーそうじゃね、うんうん、教授ね、教授教授、うん、この、プラン A とプラン B があってみたいな、うん、その人類を救うために旅立ってくれって言ったね、うん、実はこいつむっちゃ嘘ついたんや、うん、ここ一番大事なんよっていう、大嘘つきや、大嘘つきなんや、うん、要は重力からこの博士が何を研究しよったかって言ったら、うん、重力から解放されれば、うん、人間は助かると、その要は宇宙にこう飛び上がるというか、まあ、宇宙ステーションとかに、うん、あの何千何万という人間を、うん、運び出せるみたいなね、うん、そういう計画がプラン A だと、うん、でもうそれ もうほぼ完成しているみたいな、うん、であとは、移住できる星さえあんたらが見つけてくれたら A も、うん、プラン A プラン B、うん、あプラン A いけるんやみたいな、そうじゃない、今地球に生きとる人がみんな助かるよって言ったんじゃな、うんうん、言ったんや、うん、プラン A は、うん、でもここでこのマー博士が あれ嘘っすよって言う、うん、実はできないんすって、うん、だからもう残された計画ってプラン B しかないんですって、うん、もう、冷凍されとる卵子と精子を他の星で再生される、うん、もうそれしか道ないんすよって言って、うん、あんた騙されましたねみたいなこと言って、うん、何ってなるよね、うん、なっとった何ってなっとった、うんうん、もうここもまさにあのサルタがやりそうな火の鳥でいう、うんね、展開だったねっていう、うん、でもそのサルタにもあるんよ主張が、うん、だって今の家族が救えれるとか近い存在の子孫が救えれるって言わんと、うん、みんな動いてくれんでしょっていう、うん、まあ人間とは見たらそんなもんだと思うよ、うん、だって見てるもそうじゃもん、うん、全然関係ない、うん、自分の人間の人類の100年後とか1000年後の人たちがどうなろうが、うん、やっぱり自分の例えば子供がおったら子供とかな、うん、が幸せになった方がやっぱりええなと思うもんな、だから自分の子供とは関係ない人類の子孫がどうなろうと知ったこっちゃねえだろみんなっていう、うん、でもそう言ってしまうと、うん、誰も協力してくれんじゃんっていう、うん、だから嘘をついてましたっていうね話がね、うん、後々出てくるんだけどね、そうじゃない、これがまさにあの火の鳥でいうサルタっぽいよねっていう、そうじゃな、うんうん、でも、うん、三島由紀夫とかも言おったが、うん、今こうせんと日本はこうなる、うん、って言おったが、うんうん、自分に全然関係ない日本のことが気になる人っておるんかな、どうなんだろうね、多分それもこの映画の考察しがいのあるところというか、うん、なんていうか議論しがいがある、こう哲学も入ってくるみたいな、うん、部分だと思う、だから人気がある部分だと思うよ、そっか、うん、ここはちょっと見てるは難しいけどな、うん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 、賛否両論だね、そうだね、うん、うん、でもうねこっからの話はねもう解説の方が絶対ねいいけんさ、うん、もう結論に行く、うん、結論に行って向いてもいい、何暗いな、最後さ、うん、ブラックホールに落ちる、ブラックホールにな、うん、ブラックホールって大体何なん、知らん、ブラックホールって宇宙に本当にあるわけ、ある、光もなんか全てを飲み込むみたいな、本当にあるんそれ、うん、なんでそれ分かっとん、知らん、なぜそれがあるのか、でもそこの、うん、この映画の一番重要なところでもあるんだけど、うん、そこの情報が情報とかデータが取れれば、うん、要は
地球がを重力から解放することができるっていう。難しいな、うん、そうね、難しい話だ。つまり、うん、宇宙の中のブラックホールって、うん、この地球の中の死ぬってこと、うん、いやそうかもしれんし、そうじゃないかもしれんし、何なんだろうなブラックホールって、うん、めちゃくちゃ難しくない？難しいよ。でしかもあの専門的じゃないし俺、うん、分からないけどもなんとなくでいいんかな、うん、なんとなく。じゃあ教えてほしい、ブラックホールって何、うん、なぜ存在するのって。いや本当にあるんだろ。あるでも、うん、何その存在は、うん、地球でいう何、うん、ブラックホールって、うん、そこ教えてほしい。地球でいう何、見てるか知っとるものの中で例えたらブラックホールって何なんて。それが例えれないんじゃない。ないものなの地球には。地球にはないんじゃない。死じゃないの。死でもないんじゃない。そうなん。もしかしたらだけども、うん、このブラックホールに主人公が最後自ら落ちていった時に、うん、彼らっていう存在が出てくるやん、うん、彼らっていう存在がもう3次元俺らが住んどる3次元を超えた5次元世界に住んどる彼らが世界をバーって構築して、うん、まあ助けるというかなんかするやん、うん、もうわけがわからなくなっとるよね普通に見たら。でもな、うん、質問、はい、天国と地獄って何、極楽って何、うん、それって、うん、この世で例えてみて、うん、例えれんだろ、うん、例えれん。温泉みたいなものとか、うん、そんな嘘だろ。嘘だと思う、うん、それと一緒なんじゃないと思うよ、うん、まさにそう、例えれない世界を表現しとるやつだけ、うん、これを言葉だけでとか、うん、その3次元世界とか 2次元の絵とかで説明せえっていうのがまず無理な話なんだけど。無理じゃし、見てるわ。じゃあ地獄ってどんなところ、天国ってどんなところって言ったら、人間が作り出した、うん、こういうことをしたら天国に行けますよ、うん、こういうことをしたら地獄に落ちますよって言っとるが、うんうん、だからそのブラックボックス、ブラックホール、ブラックホール、うん、もうもしかしたら嘘なんじゃないって思うよ。ほう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 。ただ、うん、地獄みたいな感じ、うん、そこに、うん、ブワーって落ちたら、うん、地獄みたいな感じに、あんな風になりますよ。あとアカシックレコードっていうのがあるだろ、うん、全部を記憶しとる、うん、あ、でも勝手に人間が作った、うん、そうやって夜だけなんじゃないのって思う、うんうんうん、本当にあるんかな、うん、そこめっちゃ謎なんじゃけど、うん、謎ですな。本当にあるの、そうやって呼んどるだけなんじゃないの、うん、人間が、うん、まあその可能性もあるよね。でもそれって一周回ってこの映画でもそうなんじゃないって思う、うん、っていうのがこの三次元世界を超えた何かの存在っていうのが最後出てくるんだけど、うん、これが手塚変換でいくと火の鳥でしょっていう、うん、でもうこっからも説明がさもうめんどくさいというか難しすぎて、うん、なんて言ったらいいかわからんけど、うん、彼らっていう存在なんだけど5次元世界のね、うん、まあそこはもう時間軸もないわけよ、うん、3次元世界の人っていうのは過去から未来にしか時間って俺らはね、うん、進まんやん、うん、でそれを超えた存在の人たちだから、うん、もう時間がもう天のように存在しとるみたいな、うん、で要はその世界を3次元世界に構築した世界がこうですって主人公に見せたりするやん。もう意味わからんだろう。意味わからん、うん、でもそういう映画なんだけど最後、うん、だけどもうね、でその主人公が言うんよ、うん、まだわからないのか、うん、彼らは、うん、過去を変えようとしてきたのではないと、うん、未来を作るために来たんだ、だったっけ。知らない。つまりなんて言ったか忘れたけど、うん、彼らっていうのは宇宙の上の存在じゃなくって、うん、もしかしたら3次元世界から殻を破って4次元5次元になって進化していった果ての人類がの姿なのかもしれないみたいなことが言うんよ、うんうん、でワームホールっていうのももしかしたらこの5次元世界の何かが作ったのかもしれない。でもこの5次元世界の人っていうのは時間軸というものがないから、うん、あのそのそうなんよっていう
からん。意味がわからん。意味わからんな。うん。でもな、うん、別に分かろうと思わんでもええし、うん、自分の人生なんてここしかないわけじゃが、うん、お前の人生を楽しめていう話じゃない。まあまあそういうことだと思うし、何が一番手塚っぽかったかっていうと、うん、愛が全てだったっけ。そうじゃな、うん、まさかの愛が全てだった。みちるはな、うん、愛なんて、うん、お前のまやかしだと思えた、うん、だってそうじゃないか、うん、この人がすごくいい人に見える、だって私はこの人のことが大好きだから、うん、でもあんたはその人のこと大好きじゃけど、うん、みんなはその人のことを大好きじゃないよ、うん、だから愛なんて、うん、なんて言うんだろうな、まやかしというか、うん、幻想、うん、うん、だと思えたのに、うん、結局愛が全てだったんよ、うん、なんじゃそれ、うん、ドタンドタンガッシャーン、うん、結局愛が全てだか、うん、じゃあ愛は地球を救うんか、うん、まあ、あ、そういう話か、うん、うん、でも結局、うん、みんなの愛によって、うん、プラン A プラン B 全部やっちゃったみたいな感じか。そうだね、うん、うん、でもこれ俺面白いと思ったんよ最初見た時に、うん、あの5次元世界の世界を3次元世界に表現したみたいな映像があったやん、バーッと同じ場所の違う時間軸の映像がババ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 バってそこに、うん、雑に雑にというか、まあ立方体とかなんとか体みたいな感じで出てくるみたいなシーン、うん、あれがまさにピンときたね、うん、三次元世界の俺らが理解するので言うなれば、うん、五次元世界から三次元世界の人たちを見たのって、こう三次元世界から二次元世界を見たような世界。つまり俺らがスーパーマリオをやっとるみたいな感じ。うん、スーパーマリオ、ゲームよ、ゲーム、うん。で、スーパーマリオって何って言ったら、この人間のがプログラミングした世界や、うん。プログラミングした世界だけど、でもこのスーパーマリオからこちらは認識できないでしょって三次元世界は、うん、よく聞いたことある西田くんから。そう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 、まさにこれやんっていう、うん、でこちら側はプログラミングしとる側だからこのスーパーマリオ、この画面に映っとるスーパーマリオっていうのは、うん、動いてるわけでもない、時間が経っとるわけでもないわけ、うん、ある条件によってプログラミングされとってクッパが出てきたり、うん、クリボーが出てきたり、うん、しとるだけなわけよっていう、うん、なんかそういう認識、うん、分かりにくいね、うん、けどなんかまるでそういう認識なのかなっていう、全く分からない、うん、なんかね、魅力を伝えるのは難しいけどこの映画の、うん、でもなんか手塚治虫の映画版みたいな感じだったってこと？なんというかその火の鳥の一個のまたアナザーストーリーというか、うん、違う完結編というか、うん、最後のあの最後というかまあ第2作目になるんけど火の鳥の、うん、宇宙編でこうやって地球は繰り返されていったみたいなオチだったやんあれ、うん、でもなんかそうじゃなくって違う次元のその火の鳥のっていうのが実はこういう存在で、ああいう存在で、うん、で過去を救いに、過去を救いに来るじゃないな、もう過去を救うこともすべて、この歴史に組み込まれているみたいな、うん、滅亡寸前の地球をから人間がこう飛び立っていくっていう、なんか難しくてよくわからん、みちる、うん、っていうのももうすべてこの歴史に組み込まれているみたいな、うん、っていうエンディング、うん、京都だ、うん、かなっていうアナザーエンディングみたいな感じに俺は受け取ったんよな。もう飽きたね。でもこれは本当に見た人がそれぞれこう考察したり議論するのがすごく楽しい映画なんだと思いました。はい、はい、もう眠いね。はい、じゃあ終わりましょう。というわけで皆さん、ありがとうございました。
寝てしもうたな。おはようございます、こんにちは、こんばんは。突然なのですが、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンも押してもらえたら嬉しいです。 Twitter かっこ現 X もやっています。 ID はこちら、インスタグラムこちら。毎週日曜日20時30分からツイキャス生放送を始めました。サポートと通知登録お願いします。それでは皆さん、良い一日を。